皆さん、こんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。安田小池です。それでは、ゴースト・オブ・ツシマ、寄ってくぜ。で、このキツネちゃん見つけたところなんだけど、どうやらキツネちゃんはですね、案内してくれるらしいです。何かしら、キツネの後を追いましょう。なんでそんな遠回りするんだお前。 ああ、痛い。ありえんのそんな。入って。ここだ。揚げでも置いとくかい。ドガン。甲府とかあんだ。わらしの一族。子たち。担当たち。鉄が足らん。こんなところか。石川先生が生きておいでなら、手を貸してくだされ。ああ、キツネ撫でちゃうの？危ないよ。病気になる。病気になっちゃうよ。キツネ撫でたら。エグゾーローチノブね。で、そうだな。今のところ、この石川先生のところに行きましょうか。石川五右衛門。で、まあ、弟さんがいるのはですね、ここなんですよね。で、まあ、二人のみでは救出もおぼつか、おぼつかねえ、みたいな。友達がいるのなら手を貸そうぞ。まあ、石川先生のところに行きますよ。まあ、行く途中になんかあんな。ハテナがあるな。ここに行ってみるか。嵐じゃあ、いや、親父、父上の風、父上の風で。だいぶ離れたとこでも取れる。今疲れちゃうよこれ。ヘリで来て、ヘリ。水曜か。あいや。あいや。これ何？切腹これ。やばいねこれ。てっ、お辞儀か。切腹かと思った。ああ、ビビったわ。の家はなんだ？
多分ここはそのハテナ行き過ぎてる。また心かな。狐様かな。流民の絵やばいかも。あ、別に。どうもお辞儀お辞儀する。あ、姫様、巫女さん。旅の安全を祈っております。百姓、稲荷の神が守ってくださる。稲荷、俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。ではさっき追いかけたよ。かと思えば、アキュードが猛虎に先を売りさばいてるらしい。なに？お、そんなわけあるか。牛、裏切り者だ。何か事情がある。牛がいるよ。やべ、切れるんだ。あー、大惨事になってしまった。大惨事や。筋切り、これもしかして一般人切れる。まさかあなたもお侍。生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。誰だ。カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。カシネ、行ってみるとしよう。口じ神三郎かな。神三郎殿。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。お譲り、皮を分けていただけたらお返しに何か差し上げましょう。ああ、減るだっけ。30両。素晴らしい品です。素晴らしい。これ何、これ鉄か。竹だ、買うもん。皮では今のところ意味ねえな。何でしょ。目的を達せられますよ。罠し、罠。危ない人や。まあ、切れるけど死にはしない。最低だわ。こと言ってたけど。さあどうぞ見ていってくださいよ。あの人は商人か。酒井様、あ、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか。ああ、いえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。なるほど。これをお受け取りください。あ、お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っている。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたらここに持ってきてもらえますか。いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。染め物屋さん、助かった。あ、おお。素材が足りないようですね。ああ、金足らん。黄色。頭、おー、傘。
あー、なるほど。また頼むぞ。どうかご自愛ください。なんか鎧脱いじゃったから弱く見えるんだけど。これどこにいんだろうね。あっち。ガー。到着。石川道場城か。血の跡。待て。動くな。石川先生。石川先生。酒井の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。手を貸す。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。なあ、血まみれ。これは取りませんけど。なんでこんな、ここにいると思ったのに。なんでここにいんだよ。ああ。ああ、なるほどね。防御力が上がるわけではないのな。他に生き延びた者はおるか。おりません。おりません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらん。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかん。おぼつきません。聖子殿は。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴。巴。女子か。生まれは。生まれは百姓。百だが弓は並ぶ者などおらぬ。大主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。神道。マジで弓の達人や。だけ。猫を殺す。おお、びっくりしまーす。おい、ああ、あの野郎。おい、おい、はい、がいがい、はい、す、うれよ、ラスト侍。こやつら酔ったタヌキだな。だが駒田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。タヌキどもが。あった。巴の足跡だ。
来い。死に損なってるが、情け容赦なし。金よこしな。物取りだろう。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。何？日吉。争った跡が。襲われたか。調べろ。調べる。竹取る。飯食ってんの。米と泡。手つかずだ。不意を打たれたな。泥団子かと思ったぜ。矢も置いてんな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。へえ。血の跡わずかだが。死者はおらぬな。どうなっておる。かすり傷か。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいは、まさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。叔父上も奴らの思うつぼぞ。ああされてる。お弟子は伊豆湖にいると。中山だ。砦は近いぞ。それともわしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。けだもの。いやあれ強いでしょ、どう考えても。技術面だよ。力もそう。あ、死んでんね。どこの首のもんじゅい。ここで止まれ。話が。はい。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えての者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。だに。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。戦じゃ。手前にある灯籠を狙ってみろ。ああ灯籠。行くぜ。死にな。次は奥の灯籠だ。左だぞ。左？こっちか。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。こんくらいかな。どう思った。手に馴染みますな。いいですね。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば菰田でも。良き弓だが戦を決めるのは人だ。武具ではない。猛虎の武具は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。あれ火じゃなくて鉄の塊ですけど。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。種子島はまだないからな。あの上からなら備えがよく見えよ。銃ね。種子島銃。ああここ、この辺りがよ。スナイパー。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを潜んじるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。なんであれ。蜂の巣だ。蜂の巣いれば足止めになるやも。ありと嫌で猛虎を穴だらけにする算段か。まあそれもあり。火薬だな。
樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。うん。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。悪いの。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。夜まで待つ。また夜戦なのですね。門が開きます。わしの合図を待て。リョウ、いや持ってない。待てないか。どうですか。まあ、蜂んとこよく座れんね。まだだぞ。まだじゃ。今だ。やつらをメイドへ送ってやれ。蜂。花火しらショック受けてる。スカタンどもがバレたか。てい、いって、うん、撃ったら逃げる。あ、ナイスです。土にいるな。ヘッドショット。マジで注意。おー、行って行って。あれ、ちょっと師匠、二人ヘッドショット。まずまずだな。まずまずです。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。巴矢がいっぱいある。金目のものをよこしな。そうだな、しけてやがるぞ。いけ。うるうる、わあ、やられちまったぜ。ロックメイク。かなりダメージ食らうんだけど。あっち。あれ、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 うえ。はい、さあ、よし。体調をどうした。減ったね。水の呼吸まであと一人。
シュッター、はい、ガハハ、ザコがおいちスカタン、お、いってよし、だヘッドショットよし、あ、使っちゃった、よし、ヘッドショット、とどめじゃ、よし、ヘッドショット死んじまった、捕虜を撃つとは、縛られ矢の的にされたか、トモエは、待て、これはトモエのもの、あたりを調べろ、トモエ、トモエのもの、あ、もうこの矢ではない、これは巴の矢だ、確かですか、鹿の角の矢はずはわしが教えた、海わしの矢羽もな、弓を奪われたのでしょうか、それにしては狙いが正確、猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ、巴に弓を使わせたのか、なるほど兵士にでもさせられているのか、誰かが住んでおったようだ、女子の衣服、巴のものだ、釈放されていたのか、なぜだ、どういうこと、よし、巻物、猛虎の言葉で弓について書かれている、あなたの名もここに、わしの教えを猛虎に売ったということか、やれやれだぜ、聞こえたか、島の者です、開けたら閉めちゃう、うん、寒い、どうした、女を探しておる、弓取りだ、俺と同じ檻にいた女です、でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった、他の奴らも、あのムクロ、己の腕を敵に売り込み寝返りおったか、頼む、いてえよ、死にたくない、死んだ、長いは無用、行くぞ、どこに、殺しておれば、なんと、自由を得るため巴は敵についたのだ、なぜそのような、先生、わしが追い詰めたのだ、追い詰めた、ご説明を、先生、先生、お答えください、わしを襲ったのは賊ではない、巴だ、なぜ、武士の本懐を理解しておらぬからだ、あなたのせいで寝返ったのでは、己に何が分かる本意をお聞かせください、わしの弓術を猛虎に奪われるわけにはいかぬ、ならば止めねば、
主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めねば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。津島随一の女武芸者だ。ああお、噂広がる。さまよえる侍に。何でそのさまよえ。どこも猛虎で溢れておる。さまよえる鎧みたい。戦えば野犬のように囲まれてしまう。奴らを寄せつけない手はないだろうか。クノイ。飛ばすのに向いたモロ刃の表具。敵の脅をつき一息に仕留める。クノイか。こんななんか歩幅前進とかできるしゃがんでるか。あーそんなもんかな。よし。おばちゃん。おばちゃん。おばちゃん。これはもうおばちゃん助けるしかないんじゃないの。おばちゃんどこにいんのよ。おばちゃん。おばちゃんここ。まあ。まっすぐ行って。通り沿いまっすぐ行けばいいや。こっちか。行く。うぞーローチノブ。ノブちゃん。なんだ。あ。くそっとりが言うからぜ。いや、一発しかねえ。死んでる敵を撃ってやる。いや、どうどもか。俺も聞こえた。あ、すげえ。お前ジャンプ切り覚えて。ジン、勇気を持って敵を見据える。巨に乗ずるは臆病の印。お許しを、叔父上。お許しを。避けろ。避けろ。教えてくれてありがてえぜ。おいバカ野郎。つけれ。やーくら。情け容赦なし。ああいや、どうだもんね。いい子だ、ノブ。ノブ。いい子だ、ノブ。おい、行くぞ。無限の彼方へ。
ひでえありさまになってんな。これは何なんだろう。もうこれ拠点か。なんで？ゆうくら。堂々と行っちまおうか。チンハルボあっちベリーうるうるガークラガークラのあるしどうだ。よう。レギオン発進だ。来ない。ザクー。なあ。はい、とどめさした。ああ、店はいいじゃないか。え、行って。下手、これ何なんだ。ああ、やられちゃって。という夢を見たのさ。登り。ネギオン発進だ。おっと残念。はい残念でした。おい、うどんくくちゃはるた。残念。どこ？セイト。なんだこれ、ちゃうちゃう系みたいなやつ。やめつますね。パーカリアッリアッツ
盗み。闇討ち。僕さまサムライ、僕さだだよ。サムライ。テンドマン。残念だったな。テルビシュワイチ。ふざけんじゃねえ。よっ。お、登り。ずらかります。ハーベントルユゲルオンヤマルニギムハルウォーユムアラクはい、残念でした。あうん残念だったテントウェイハ犬がいるのか。あれあれせえせえあったあれあれ犬殺し。条件が危ないっす。見る見る。ヘッドショット。けっ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 け。スリアースリアースリアーよし危ねえ。あちゃっゆうう背中からいっちゃう。どこだ。下手くそがよ。ふぅ、相打ち。
よっ。よし、OK。だから錬金側。あ、これか。天下。だあ、誰、一騎打ち。隊長、うん、行って、うん、行って、あー、やられた。マジかよ。行って、シールドラッシュしたか。続くね。えっ、えっ、えっ、うわー、えっ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 、いったか、アクラ。サムライ。いただき、いただき。倒した水の方、覚えたぜ。それが水の方。へえ、はあ、なるほどね。ジャン、ジャン、ジャン、ジャンみたいな。ああ。戻ったでー。解放していけるんだ、こうやって。へん、志村さん。違うよ、どうやら恩子の手を逃れた方が一人いるらしい。本当ならみんなに知らせてやる。そうだな、お侍が生きてるってことはまだ望みはあるってことだ。すいません。ケツ切っちゃった。ノート、よし。それではね、まあ今回はこの件にしておきましょう。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。これ楽しいわ。どんどん街を解放していこう。バイバイ。